今ご紹介いただきましたね、ふるさと北上ミーナ研究会の南舘と申します。よろしくお願いします。今日ね、こった寒いのね、スーパーで出てるのね、ようこそみんな元気でおいでいただきましてありがとうございます。これで今日はね、東日本のね支援ということもあって、今日はなんか東北の匂いがプンガプンガするんだけども、被災地の方もお見えになってるかと聞いておりますが、いやどうぞね、ゆっくり眠って、あんま眠っててますね、眠ると座るってことなんだけどもね、足伸ばしてゆったりとお家にいるようにおくつろぎください、今日はね、何の話をすべきかと思ったらね、火の話しようと思ってね。なぜかというとね、あの5年前だな、3月11日被災あったでしょ。被災地の方々でね、あんまり情報は流れてないんだけどね、一番困ったのも、困ったこといっぱいあるよ。その中でね、火垂れれなくて、なかなか、それでアンベアルになったり、ガス詰まりになったらな、ガス玉で、中には便秘になっちゃってさ、体調悪くされてね、入院した人もいるんだって、いまだにながらな。で、屁を言うとな、何に下品だわ、おならと言いなさいとかね、そんな人前で言うことじゃねえって言うんだけども、私のな、私の頃はよ、よく学校の先生からも言われたんだよ、いいか、よく聞け、屁垂れる子を笑すはな、よく拝む、屁する子はよく育つんだってよ。あんだ、じゃあいっぺさつまいも芋食ってよ、へえ足りんべえって言ってな、ぶんがぶんがとやったもんだよなあ。それで大きくなったのもえ。で、へにはね、こういうことなんだって。まあ酒は百薬の長だけどよ、へは千薬の長と言われてんだよ。へじゃないよ、ほんと。それで千の効果があるんだって。例えばよ、例えばね、まあ3つぐらい言うよな。一つはよ、バーンとやれるとな、スタッと爽やか、気分爽快、リフレッシュだよ。二つ目はな、やるとよ、腹減るんだもんや。腹減るとどうなる？食うべ？食うと眠くなるじゃん、よく寝るじゃんな。寝ると今度運動するべ、汗水流して肌くべって元気出るじゃんな。でまた減るんだよ。それでな、丈夫になるんだとな。最後にね、3つ目はよ、閉すると、いい、腸内浄化ね、五臓六腑が現れてね、お尻の周りも現れて、悪玉菌がみんな吹っ飛んでしまったってやな。それでね、問題はだよ、その吹いたのはいいけど、誰が吸ってるかっていうのは問題なんだよ。で今日な、話す子、だから屁のね、屁ったれないこと、若返りの水っ子、どんな水っ子になるかな。で、言葉っ子、なかなか分かんない人もいると思うけども、まあ、聞いてれば、ね、大体分かってくるから、ガガチャっていうのは、母ちゃんのことな。ね、あんこっていうのはな、若い衆、な、若い人、男の衆な。それから、おしょつってのは恥ずかす。それから、おがるってのは育つという。ごさくっていうのは怒る、ね、それがどでしたっていうのは驚いた、びっくりしたということでございます。なんか舞台のね、ハワイのように暑いんだね。ちょっと水っこ飲みながら、その間キツネっこでも拝んでください。ふるさと北上ミーナ研究会、今年でめでたく15周年を迎えました。北斗宮で果実記念公演を行いまして、私の記念演目、みなみちゃんのへったり兄っ子昔あったぞな。あるところによ、へったり兄っ子だったとや。あるときな、へたりでがもう嫁御歳行ったがで、少しくてな、我慢してらいんば、だんだんにつらいの悪くなってきたんだと。兄っ子や兄っ子。
でねえか。そこのかかちゃ気だっただ。うんにゃ、おらどこの悪くねやんす。姉っ子、そったのもな、ますますつらい色悪くなってしまって。腹もよ、ぶっくんぶくんだ。膨れてきたんだと。姉っ子や姉っ子、やっぱすおめどこか悪いのでねえか。まだのかかちゃ聞いてきたと。うんにゃ、おらどこの悪いねんす。だどうも、へーたれでのす。へーたれでの我慢したらけこったなってしまったんす。なんたらや、へぐれたれでときいつでもたれにまいがめじゃ。我慢してるとな、うーんと体触るんだからな。ってかかちゃそっときだろ。そいつ聞いた姉っ子、うーんと喜んでしまってな。産んだしか、産んでは、そうさせてもらずも。オーラーの日、そこらの日でねえから。おもさげねえのも、ガカちゃん、そこの明日さ、きっちり保っててくなっせえってそんだと。おかしなこと言う、姉っ子だなあと思ったつのもな、ガカちゃん、言われた通り、柱さ、保ったんだと。運転はさせてもらうんじゃ、姉っ子言うずとな。そうぐいっとたくすあげて、ケッツ、ビラーと出してな、ブワーンと大きな屁、したんだと。したな、その屁の大きいこと大きいこと、なぬせな、なぬずも我慢せねえだべ。まあ、さかと思ってな、軽くたむってらガガちゃん。吹っ飛ばされてしまって、逃がさころ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 ってしまったつもや。じゃ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 だ。かかちゃどうでしたずとも姉っ子もどうでしてしまってよ。そこさあった石臼さ、ケッツ、ビターンとくっつけて、なんとか引き止めたんだと。そいつ見てら、あんこ。なんぼなんだってよ。週の日で飛ばすような姉っ子。おっかなくて、餌置いとおかねえじゃん。俺送ってからよ、明日ずっかすぎてくろ。おしゃいって言ったんだと。次の朝まで行くな。なぐなぐ、あんこに送られて、ずっかすぎることになったんだと。その道の途中でな、喉渇いて、あんぺ悪くなってら、南部の殿様の戦でやったんだと。そこさな、おーきな茄子の手あって、ひらひらつ、殿様さかじめてもってな、石っこ投げたりよ、ぼっきり投げたりしてあったのも、なんぼやっても取れねえでいたったと。そいつ見てら、姉っ子。なんたらやったなもの、俺では、手で取ってみせるずろうな、って言ったの。そいつ聞いた嫌いださ。なーぬ、火で取ってみしろいってか。おもしれじゃ。もうすな、火で取りだれよ。おめさ、銭っこいっぺやるじゃ。姉っこな、んだすか、腕はそうさせてもらうんじゃ。と言うずとな、梨の木の目さいってよ。すそぐいとたくすあげて、ケッツビラーッと出すな。ブワーンと大きなヘスタンだと。その日をすんな、ケッツさ挟んでらった石臼が飛び出て、梨の木さガーンと当たったもんだから、梨の木わっさわっさと揺れて、ボダボダボダと梨いっぺん落ちてきた。その夏殿様さかじだがな、すっかりあんべよくなって、殿様がと喜んで、姉子さ銭っ子一匹だったと。銭っ子もらった姉子のことを見てら、あんこ、このまま実家さ消すのはもってねえなと思って、まだの餌連れてきたのでや、捨
ってな、えのき玉を頑丈にこし直すと、へえ足りなくなる、そぶさ入れてさせるようにしたんだと。それからだじゃ、そこのとこな、へえやというようになったんだと。今でもな、古い家ではな、嫁をもらうと、まんつ一番先によ、部屋さ通すものなんだとよ。だともな、そこで、へえ足りりなのか、何してたのかな。俺、そこに歩くからのぞいたわけないのかわかんねえよ。そんで、ともあれな、へったりやねっこは村の人だすから、おらほの取り取ってくれ、おらほの鍵の木、鍵取ってくれとかな、畑耕すくれとか、いろいろ頼まれるよ。そのたんびに大きな部屋捨てな、みんなから喜ばれて幸せに長く暮らしたという話すくなや。へどんどん晴れ。というものね、岩手と青森もいっぺんあるんだよ。伊豆の日、の日、三の日、四の日、五の日、六の日、七の日、八の日、九の日との日な。日というのは、こっちの日じゃないよ。土は、土な。土というのは何かというとね、昔、牧場だったのよ。な、南部の浜まで。馬子とか、べこうとかな。で、何しろ南部の馬子って有名だべ。足は短いけどな、太くて長文字、頑丈、丈夫、100万馬力。しかもな、何すいいのはな、口も大事なことだよ。なあ、言うこと聞くんだよ。なあ、だからうまくいくんだ。それでな、へのサミット会議できたの。いつの日から、どの日までの。でな、で、集まって何やったことは、馬を通しての町おこし。それからね、角の辺がね、今ねえんだよ。で、あれ、どっとか分かってんだよ。なんか死は縁起悪くやってね、剥がしに入れてみたんだな。だから、まあ、ぼちぼち、もうな、そろそろ出てきてもらってもいいんじゃないかとな。剥がをして、角の辺復活だ、なんて考えてるらしい。で、戸の辺はどこなんだ。戸の辺は、どうも遠野らしいってなったんだよ。で、遠野ではね、もう九の辺から離れてくれ、八の辺から。遠野へ行ったらもういいよ、遠野の方が美しくていいとかなんか言ってたらしいんだけどな。で、じゃあ遠野辺の辺どこさえだったらな、カッパ別のカッパさえが見てたんだ。それからじゃあ辺のカッパになったろ。みなみちゃんの若返りの水っ子。昔な、あるところで、なぬもかぬも神様思いでな、村のためによく尽くして稼ぐずさまとばさまだったでや。あるときな、ずさま、いろげさくめるよ、たびね、とびな、山さ行ったでや。したっけな、いつもおあんじら、山の神様のほごらの屋根っこ、風で吹っ飛ばされねえくなってらったとや。じゃ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 、山の神様、裸や肉じゃ、座りで鯛なびじゃってな、ずさがすぐにな、ほごらの屋根っこあたらすっこすであったと。して、のぞこ乾いたとな、わげ水そばさんだよ。その水っこ、一口、二口飲んだっけ、何よ。腰の痛み、さあ。時で軽くなったと。してまたのな、三口四口飲んだっけ。じゃ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 、曲がってた腰っこシャキッと伸びるな。たずまずずさま20代のあんこになってしまったぜ。ひきにも弱ってもどっこも痛くねえしな、よくよくたびれねえし、よく稼げるしな、たびにいっぺとってな、いさきったと。おばさん、今来たじゃん。こう一個書いた。長からな。おんずさん、寒かったべ。早く上がって引っ越さざりじゃ。ってな、ばさんが出会ってきたっけ。
時な、ずっさんはニコニコしながら、お前さん、俺だじゃってな、山でやったことめんな聞かせたんだと。ずっば様な、そのまま見てたとも、おずっさんばり若くなって、おらどこにじゃ釣り合い取りねべじゃってな、次の朝ま、ばさまたのかしでよ、山の神様のこ行ったろってな、おらへのおずっさんと釣り合い取れるようにお願いしますって頼んだのよ。してな、その言うまかた、ずっさま滝にいっぺしょって蹴ってきたでよ。したっけな、ばさまどこさま見当たらなかったんだ。おかすねなーと思ってな、山の神様の湧き水のとこ行ったっけな、ばさまの一緒そけっと置いてあったと。よーく見たいばな、赤い腰巻きの長さ、赤もわらす、ひょこっと丸けつらく出していたったでが、あちゃ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 、なぬよ、おらへのおばさん、よく炊けて、水っぽいっぺん飲みすぎてしまったみたいじゃ。いやー、腰巻きさな、わらすくになったばさまくるみでな、餌連れてきたと。してな、湯がだでおしめこしだで、米の粉っこでよ、重いお薬で飲ましだりしたときな、昼間、ばさま一人にしておくわけにかんね、だどうも、食べに取りにかんわ、冬越せねえんだもんや。ずっさま弱って神様さ、お願いしたんだと。どうか、おばさんのことを俺と釣り合い取れるように、もう少し大きく拝らせてください。頼んだっけ、その晩ね、夢枕さな。神様出会ってきてな、12月12日の夜、神様の年越しなきゃ、村の神様みんな集まってくる。その中さ、年取りの神様いる。その神様、俺な、たっぷりいっぺ酒のこのましておくからな、酔わせておくからよ、そのこすっこから年取りの器を借りて、馬車様、撫でてみればいいって告げたと。12月12日の夜な、ずっさま、馬車様抱いてよ、山の神様が言ったと。したっけ、神様が終わってみんな蹴ってると。したっけ、一人な、隅っこの腕が、おお、いびきかいて、酔ったふりで寝てた、年取りの神様だったで。こすっこからな、年取りの器を借りて、一つ、二つ、十四で、ばあさまのことなでたっけ、ずんがずんがずんがってきたったとや、15、16、十七ってて、ありゃあ、なぬよらほどおばさん、わけとこったらめげがったんだ、なぬ。出してなあ、ボタボチ見てたじゃん、あなんか美人だな、久々にな、久々にずっさま色気づいちゃってよな、胸溶けまかせて18、19、20って数えたって、なぬよ、弾みで会った時の若い時の馬様のべっぴんな面っこ、この辺で釣り合い取れるべなと思って、まあ、我が家に子なったばさまの結構つないでな、餌仲よく蹴ったと。山の神様がおらだるのことこったぬわがるしてくれたのは、もっともっと世のため人のために尽くせということだめな。それからというものはな、怪我した人があると聞けばよな、おどぎり草の薬草を持ってって貼ってあげたじゃん。な、払いだ起こした人あればな、弦の証拠の薬草を持ってってな、飲ましてあげたり、まだの一っ子足りなくて困ってるとあれば、二人して手伝いに行ったりしてな、村の人たちから、というのがバレて、二人仲良く、まりに暮らしたという、話すこだや、どんどん張り。
洗いの水飲みね、売ってるの、実は。知ってる？な、綺麗な女優さんがなんかね、にっこりあったら、あ、これわかんない。で、本物もあるんだよ、本当に。いいのが。だけど、いいのが1本あるとよ、周りに3本が売るな、わけわかんない水があるのよ。たーきぐって、うちな、知ってるやつな、一人、騙されて、その水っこ買って飲んだけど、ひっくり返ってしまったぜよ。我が家の水じゃなくてな、ひっくり返りの水になってしまったぜ。そんでな、騙したぞべや。捕まって、武者さん行ったぞ。我が家の水っこ売ったぞな、武将参りの水っこになってしまったぜ。まあそういうことで、まあ騙されねえよね。やっぱり汗水流してよ、さっきの日のことや。な、よくやるか。どんな水っこでも、おそらくうまくなると思うんだけどな。それで皆さん今日はね、東日本の支援のためにで、本当に皆さんね、義理と人情で来られた方とか、あるいは縛りとかね、脅されてきた人もいるかもしれないけどもな、みんなここさければほっとしたと思うんだな。和やかな空気の中で、私ね、こんないい空気の中で語らせてもらって本当に幸せでした。ぜひこれからクリスマス、年越し、ね、新しい年を迎えますが、ぜひとも今日みたいに元気に楽しく、そしてまたこの世、ね、地上でお会いできることをぜひご祈願申し上げまして、私の拙い語りを終わらせていただきます。どんどん晴れ。